はいどうも、第2回でございます。前回までに、ね、コックピットを組み入れて、ね、胴体をこう接着しましたと。今回はですね、エンジンに関係する部分とね、翼に関係する部分をね今回作っていこうと思います。ちょっとパパッとやるためにですね、少々の加工と、ね、切り離し等を済ませております。ちょっとこのキット注意してもらいたいのが、インテークの部品が2つございます。ちょっとね間違ってねこれ切っちゃったんですよ ね。間違って違う部品を切ってしまわないようにね気をつけましょう。あと、ね、ここ穴ちっちゃいのが2つ開いてると思うんですが、これあのハーム照準ポットでしたかね、それを取り付ける穴なんですが、ちょっとピンバイスがなかったのでちょっと無理やり尖ったものでプスってやったんですけど、ね、ピンバイス等を用意しておくといいかもしれませんね。ちょっと私も今後ピンバイス等買ってみようかなと思ってございます。よし、ではですね、で、そうだで、主翼にですねこういうちっちゃいポチってやつがアンテナでしょうねがついてるんですが、これもねちっちゃい部品なので、ね、気をつけて取り付けるようにしましょう。はいね。でね、大体の加工は済ませてあるので、ではまずどうしましょうかね、インテークからくっつけていきましょう。エアインテーク、この3つの部品でできてます。これをね組み合わせていくんですよね。で中に足を入れる部分がねあるので、これがですね、よいしょ、最初に組んでおいて何かで挟んでおくといいかもしれないですね。ね、こんな風にして挟んでおきます。でこの中にですね、この足を格納する部分を入れていきます。とこの傾斜ついてる、傾斜の低い側が先端になります。よいしょ、ね、これをこの向きで挿入していきます。ずれないようにこうクランプした状態のままね、接着剤をここに流していきます。同時にこの周りもくっつけつつ進めていこうと思います。よいしょ、やべ、外れてしまったんですが、なんとか立て直せました。でこの脇からもね多少入れてあげますか。ついてないと話にならないので、ね、こう流し込んであげて固まるのを待ちます。でこの接合部分がにあるので、そこにも入れておきます。でエンジンはめるとこんな感じでね口ができます。このジンベエザメの口をと、ね、大きさが大きさで大して大きい部品ではないので慎重にね進めていきます。
でこんな感じで流し込んでおいて固まるのを待ちます。よいしょ、チャプンって言いましたね。こぼれてないといいんですけど。でついでにですね、ここの継ぎ目にも入れておきます。でくっついたと思うので手を離しますと、はい、くっついてるようなのでピッと外してみます。はい、ジンベエザメの口が出来上がりました。で F16 のエンジンってこの中にですねピラーが入るんですね、あの柱ですね、いわゆる、ね、それがこの小さな部品になります。でこれをまずここの四角い穴に、あ、あった。でこれをね、四角い穴にこう入れますと、で中は見づらいと思うんですけど、多少中にね柱っぽいのが見えると思います。でこれがピラー入った証拠です。でこれを止めていきます。で適当に合わせてみると、ね、こんな感じになるみたいですね。でこっちがくっつくのを待つ間に次尾翼をくっつけてしまいたいと思います。尾翼ね、この2つのパーツでできてます。こう合わせるみたいですね。上から見るとこうくっつく形になりそうです。これは接着剤塗ってしまいましょうかね、表面に。でパーツをこう入れてクリップで固定して様子を見たいと思います。よいしょ、ね、こういうクリップ一つあるとねすごく便利かと思います、ね、こんな風に挟んでおきました。でこの時にね生じる隙間に接着剤を多少入れてあげると後取れにくくなるかなと。ね、ね、こんな感じで合わせることができます。でこっちもねなんかくっついたようなので、でまずこうここにカチャッとくっつけていきます。これもね隙間に接着剤を入れていく形ですかね。こう上の方にも入れてあげましょうかね。ね、ないよりはマシかと思うので、この中のくっついてる部分に接着剤入りますかね。あ、無理っぽいな。ね、無理っぽいところは諦めます。こう揺れなくはなったんですが、こう軽く押さえたままにしておきます。で、あ、そうだ、ベントラルフィンがないですね、ベントラルフィンの、ベントラルフィンは翼じゃない、エンジン関係じゃないから今回はいいですね。次につけるべき部品はですエンジンのケツに当たる部品ですね。はい、この部品ではあります。すでにね切り取っていました。この辺に映ってたかもしれないですね。でこれをこうピッとこの切り欠きを合わせるようにこう切り欠きがあるので合わせて、ね、だいたい中心こう合わせつつにして、はい、でこんな感じに乗せて接着剤入れます。
で、あと押さえておきますかね、これで。はい、こんな感じで押さえておきます。で、今度こっちがくっついたっぽいので、ね、試しにはめてみますと、でほぼまっすぐ入ります。よいしょ。で、なのでこうもう位置決めをしてしまったら、尾翼の付け根に接着剤をもう流し込んでしまいます。はい、だいたいまっすぐついたみたいですね。こんな感じで F16 やっぱり単尾翼な分でっかい感じがしますね、機体に対して。でですね、これびっくりしちゃったのが主翼の話なんですけど、これビッてはまっちゃうんですよ。もういいですね。まあその前にエンジン取り付けてしまいたいと思います。自分で立たないんですよね、 F16 って。おっとっと、どっかつまんでてあげないと立たないんですけど、しょうがないんでこのまま置いときます。あ、立った。で、このくっついたと思われる部品を、あ、くっつきましたね。で、これ特にめちゃくそ向きがあるわけではなく、あ、この切り欠きがですね、この上の切り欠きに、ここに切り欠きがあるんですけど、そこに合うように入れろと指示が入んのか、これ。あ、入ったね。こんな風にはまりますね。ちょっとくっつけるときに上に行っちゃった感じがあるかな。まあそのままくっつけたいと思います。で、こんな感じで、まだピンってやったら取れそうですけど、一応くっついたみたいですね。うん、だいぶ F16 らしくなってきたかなと思います。で、翼の方もですね、ほぼまっすぐ、接着されたようですので、次主翼をつけていきたいと思います、ね、今回は首尾翼組み立てでございます。よいしょ。で、これね、キュッてはまった時はもうはまったままの角度でほぼ OK だと思うので、裏から接着剤を入れていきたいと思います。ね、こんな感じで裏から入れてあげて、あとずれてないかを確認していきます。で、ちょっともう反対側もね、つけてバランスを見たいと思います、ね、と右もね、あ、じゃあ左もカチッとはまりますね。で、バランスを見て、よいしょ、今バランス見てるんですけど、ちょっと映せなくて申し訳ないですけど、で、だいたいここだっていう位置に決まったら接着剤を流します。ちょっとね、隙間の分多めに入れてあげました。で、そうするとこんな感じで翼つきました。だいぶ形が見えてきましたね。で、今回もね、着陸したままの体勢にね、したいと思います。そう、 F16 ってこう下がってるんですよね、翼端が前に向かって、まあ、傾斜がついてるとでも言いましょうか。で、こんな感じでだいぶびっちりつきました。
で尾翼を今度つけていくんですが、この尾翼つけるときですね、このとこにバリがあるとうまくくっついてくれないっぽいので、ね、ちょっと手数ですけどこう磨いてあげます。ね、この一手間でね精度変わりそうですね。でここもねなんか意外や意外とピシッてついちゃうんですよね。でだいたい角度合わせたところで接着剤を脇から、ね、流し込んでいってあげます。まあ、中期状態だと普通ね油圧抜くと前に下がっちゃう、前じゃない後ろに下がっちゃうんですけど、そうすると接着面積が減ってしまうので、今回は、ね、この普通に飛行してる時の角度の状態に尾翼を固めたいと思います。で反対側もね同様にはめると、よいしょ、反対側ちょっとねバリ見つけたのでまず外してからいきたいと思います。カッター出してこのね棒付け根の棒付近にねちょっとバリあったので軽くこうキュッと処理してやると、まだバリあるの？今度ここにバリ見つけたので、どうしてもね当たってしまう部分が出てくるので、こう削り取った後にね再度入れます。でおおよそねこうバランスを見つつ、ちょっとごめんなさいね今映せなくて、でだいたい分かったので接着剤を、動いちゃう、入れていこうと思います。ちょっとね合わせてる作業中ごめんなさいね、黙り込んじゃって。で隙間にも接着剤をちょっと入れてあげると、まあだいたい同じくらいの角度でねこんな風についてくれるかなと思います。ね、この角度ってねどっちかずれてしまうっていうのはよくあるので、ね、固まるのを待ちたいと思います。はい、でですね最後にこうベントラルフィンっていうね羽がついてないのでそれを最後にねつけたいと思います。よいしょ、このベントラルフィンってやつがね安定性を高めてくれるそうなので、安定性とか運動性をね高めてくれたりする役目があるそうです、ね、これもねバリあるのでねちょっと処理していきます。ね、こう小さい部品ほど、ね、処理をしっかりしてあげるといいんじゃないかなと思います。17番右ギャー、ちょっとまだバリが残ってるんでね少し処理したいと思います。本当にねミリ単位とかそれどころじゃないようなね調整をやってるような気分ですね。
で、だいたい分かったので、こう接着剤をつけていきます。で、反対側のフィンも切り出してつけていきたいと思います。よいしょ。ね、これもね、つけていきます。よいしょ。はい。ね、これもちょっとずつ。調整しながら組み込んでいきます。で、ある程度取れたのでこれをひっくり返してで大きい方を前に向けて接着剤をほんとちっちゃいっすね入れていきます。こうちょっとしばらく上からギューッとやってみます。あ、だいぶぐらつかなくなりましたね。はい、ということでね、まだ全部完全にくっついては、いないんですが、ね、F16 のとエンジン系と部分とこのね羽系の部分を今回は取り付けてみました。次回はコックピットと足行きましょうかね。はい、ということでありがとうございました。